ノースアメリカンダーツチャンピオンシップは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催するダーツのトーナメントである。2008年から始まった、このトーナメントは、2010年から、ニュートロピカーナワールドシリーズオブダーツフェスティバルを構成するトーナメントの一つになり、アメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスにある、トロピカーナラスベガスで行われている。このトーナメントの賞金は、 BDC のワールドランキングシステムである p d c オーダーオブメリットに反映されない。ただし、ノースアメリカンオーダーオブメリットには反映される。賞金は以下の通りとなっている。2010年の賞金総額は、プレイヤーズチャンピオンシップスに属する、オーストラリアンオープンプレイヤーズチャンピオンシップや、カネディアンマスターズプレイヤーズチャンピオンシップと同じとなった。 スータの PDC プロトルに属するイギリスやヨーロッパで開催されるトーナメントや US オープンプレイヤーズチャンピオンシップ、ダスベガスプレイヤーズチャンピオンシップなどよりは少ない。しかし WDF ブドの3番目に賞金額が高いトーナメントダッチグランドマスターズの賞金総額には及ばないものの4番が目に高いダッチオープンのメンズトーナメントの賞金総額を 上回るるる2010年における他のののトトーナメントとの比較は次の通りである日程、会場、タイトル、スポンサー、テレビ放送などの情報は以下の通りである。なお、2008年の US オープンの開催日程と16日と17日が重なっているが、両日とも US オープンは現地時間の14時から開催され、このトーナメントは 19時から開催されたため、両方とも参加できた。実際に、ジョンパートのように、両者とも参加したプレイヤーもいる。2009年の両者の開催日は離れたが、2010年は、両者とも、ワールドシリーズ・オブ・ダーツ・フェスティバルを構成する、トーナメントとなり、両者の間にある2つのプレイヤーズ・チャンピオンシップスを、含めると連日開催となった。 ノースアメリカンダーツチャンピオンシップは、北アメリカのプレイヤーのみで争われるトーナメントである。このトーナメントは、アメリカ合衆国か、カナダに住むダーツプレイヤーのみ参加できる、オープントーナメントである。なお、2010年の参加費は、の4つのイベントに対して有効であり、この参加費を払った北アメリカのプレイヤーのみ、無料で、ノースアメリカンダーツチャンピオンシップにも参加できる。 本戦の参加人数とラウンド数は以下の通りである。第0ラウンドがない2008年と2009年は第2ラウンドから参戦枠を作ることで数を調整した。第2ラウンドから参加するプレイヤーはノースアメリカンオーダーオブメリットを用いて決めており、シードの役割も持たせている。レッグ数各年の各ラウンドにおけるレッグ数は以下の通りである。 このトーナメントの結果は以下の通りである。このトーナメントの記録は以下の通りである。ありがとうございます。